ことですね。動画コンテンツ、音声コンテンツ、音声で稼ぎたい、動画で稼ぎたいってことですね。スマホ1台で、まあ、僕はスタンド FM っていうのが、いつも音声コンテンツを載せるときは、あとはお客様に送るときは、スタンド FM を使うんですね。で、限定公開にすれば、その方だけ聞けますし、あとは、音声コンテンツとして売ることができます。あとはですね、まあ、動画コンテンツはやはり YouTube ですね。YouTube もですね、当然限定公開という形で僕もお客様への個別動画、個別でのご回答というのはしますし、販売する場合も当然限定公開という形します。で、もっとセキュリティを上げたい場合はですね、Vimeo とかですね、そういったパスワードが必要なものを使うと、さらにセキュリティしっかり動画コンテンツというのを売ることができます。今はもうスマホ1台で音声も動画も撮れますので、まあ、本当に、YouTube と公式 LINE アカウントを使えばですね、ビジネスというのはできます。その辺コンサルでしっかりお伝えしています。海外移住された方のご希望で、ご相談